どうじゃ、姫の様子は、変わりはないか。いくつか文献を当たっては見たが、このような症状は、とんと見当たらなくての。姫が意識を失ったのは、毒のせいだと思っていたが、もしかすると違うのかもしれんの。姫が自分の意志で意識を絶っている可能性もあるのではないかと思ったのじゃよ。何、何の根拠もない。そういったことも考えられると言っただけじゃ。お嬢、ちと散歩にでも行ってきなさい。一日中ここにいると気がめいるじゃろ。お主はこうと決めると周りが見えなくなる性分じゃから、適度に息抜きせねばな。へへ、月島爺も衰えたよな。動きにキレがなくなっちまってるぜ。やかましい、少しは手加減ぜ。年寄りを何だと思ってやる。ガキの頃はここに来るたびに散々ぶん殴られたからな。お返しだよ。何を抜かしておるか。お前がつまらんいたずらばかりしておったのがそもそもの原因だ。畑の作物を全部引っこ抜いたり、八角堂の壁にいたずら書きをしたり、飯を盗み食いしたり。ガキの頃のことを蒸し返すんじゃねえよ。大昔の話じゃねえか。昼間からずっと打ち合いやってたぜ。よくもまあ飽きないもんだ。信と和也は琴浦爺と一緒に情報を集めに行ってるみたいだぜ。あいつなら広間にいるはずだぜ。人間と通じてる奴に情報集めなんて任せるわけにはいかねえしな。なんだ、お前いつからそこにいたんだ。今のか。まあ瞑想っていうか心を落ち着けてたって感じだな。なあ、胆力を鍛えるのにいいらしい。座禅ってほど本格的でもないが、お前もやってみるか。丹田の呼吸を覚えておくと、非常の時にも心が揺らがなくなるぞ。なあ、そこに座ってみろ。
胸を張って背を反らせて、こういう感じだ。丹田ってのはへその下あたりのこのあたりだな。と、悪い。女の体に気軽に触れるのはまずいよな。いや、お前がそう思ってなくてもな。今の丹田って部分に息をためるように吸い込んでから、ゆっくり吐き切るんだ。やってみろ。慣れると何回か丹田呼吸をするだけで、心を落ち着かせることができるはずだ。おい、ちょっといいか。これから飯の支度なんだが、かまどの焚き付けに使えそうなものないか。まあ、それじゃあな。さっき、カズタケと何を話してたんだ？ふん、そっか。それならいいんだ。本当に何でもねえんだって。わかってるんだよ、そんなことは。でもよ、事情ぐらい明かしてくれたっていいじゃねえか。